はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、西千葉駅の方に来ておりまして、今回ね、訪れるお店が裏武蔵屋さんということで、武蔵屋さんはね、結構ね、いろんなところにあるのでご存知の方も多いかと思いますが、このね、裏武蔵屋さんはちょっとね、特別なんですよ。というのも、基本的にはね、武蔵屋さんって FC 店とかだったりして、本日訪れている裏武蔵屋さんは唯一武蔵屋さんの中でも店舗を買い取ってね、独立をされた、結構ね、武蔵屋さんの中でも特別なお店でして、基本的にね、武蔵屋さんはスープを各店で炊いているので、お店ごとにね、味が違うんですけれども、武蔵屋さんらしさを損なわないように、スープに使っている醤油の返しは、そのあたりはね、一律となっているんですけれども、こちらの裏武蔵屋さんだけは独立されているので、自身のお店で作っている醤油だれを使っているそうで、これはね、武蔵屋さんの中でも、こちらの裏武蔵屋さんのみとなっております。で、本日はね、こちらの裏武蔵屋さんのみでしか提供していない、そちらのオリジナルのタレを使った裏武蔵というメニューを食べていこうと思っております。もうね、お店にお伝えしている約束の時間となっておりますので、早速ね、お店に伺ってそちらの裏武蔵食べていこうと思います。すいません、ありがとうございます。はい、いただきます。
ごめんなさい、ライスおかわりお願いしていいですか、はい、すいませんよし、いやめっちゃうまいです。やっぱ返しの香りがものすごく効いてますね。醤油の感じが違いますよね。違いますね。骨感もしっかりあって油感もあるんですけど、何よりやっぱその醤油のいい香りが香ばしい感じが生きてて、この返し美味しいですねあ、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。
はい、どうも。ありがとうございます。はい、どうも。